コーナーです。今日の先生ご紹介します。ジャルディーノの岡本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして今日作るメニューがこちらです。今日はお腹に優しいスープということで、鶏と玉ねぎのじっくり煮込みスープを作っていただきます。岡本さん、よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。まず鶏手羽元、はい、はい、皮目じゃない方の骨の際にですね、はい、ほうほう、ナイフを1本入れてください。こうすることによって1時間煮た時にですね、うんうん、骨から身がほろっと取れやすくなります。なるほど、はい、あとは味もしっかり出ますね。うん、一工夫あるだけで変わってくるんですね。そうですね、後で食べやすくなります。はい、そして、鶏手羽元しっかりめの塩コショウをして、はい、10分下味をつけててください。へー、はい、やっぱ置いた方が馴染むんですね。そうですね、味が染みるようにですね。はい、そして玉ねぎ、小玉ねぎを今日使うんですけども、ちょっとちっちゃめの玉ねぎですね、うんうん、これも味が染みるようにこうお尻の方、芯の方に縦に切り込み入れてください。結構深めですね。半分くらいまでですかね。はい、これで味がしっかり染みます。へー、はい、そして今度お鍋の方、皮目の方から鶏手羽元を焼いてあるんですけども、ここにもうニンニクも入ってあります。よいしょ、こんな感じでこんがり焼けましたら、うん、はい、いい色ですね、はい、この時点では火はしっかり入ってなくても大丈夫です。はい、ここに白ワイン、白ワインをアルコール飛ばすときっていうのは結構強火がいいとか中火がいいとかはありますか？そうですね、中火くらいで問題ないかと思います。うん、はい、白ワインない方は別に料理酒でも構いません、はい、助かります。はい、白ワインじゃなきゃダメってことではないです。日本酒はちょっと違っちゃいますか？日本酒でも OK です。あ、よかったです、はい、OK です。そして一旦沸騰してアルコールが飛んだところで、うん、お水、そしてさっきの玉ねぎ、ざく切りにしたトマト、へえ、彩りが、うん、はい、具だくさんですね。うん、塩がひとつまみくらいと、胡椒、これは下味程度ですので後でまた味見をします。うんうんうん、ローリエ、これで一旦沸騰させまして、さっとアク引いてからですね、弱火にして蓋をして1時間くらい煮込みます。うん、今日味付けかなりシンプルですね先生。塩コショウだけですね。うん、はい、そしてよ、1時間くらい煮たものがこちらです。おー、いい色。はい、玉ねぎも柔らかく煮えてますね。いや、いろんなこう出汁が出てますねスープに染み出してる。そしてここで一旦味見をします。はい、どうかな。はい、もう味しっかり出てますので、うん、このまま盛り付けます。足りない場合は塩と胡椒してください。はい、よ、素材を生かす味付けですよね、ですね、塩コショウだけって。わあ、やっぱり玉ねぎ存在感が丸ごと入ってますからね。はい、でもこういう風に玉ねぎ丸ごとだとちょっとおしゃれに見えるんですよね。なかなか家であんまりこういう風に作ろうって私は思わないので、素敵な盛り付けになりますね。はい、はい、そして香り付けでオリーブオイルと黒コショウもう1回、さらにおしゃれに、うんうん、はい、こちらで完成です。はい、完成しました。それでは材料を振り返っていきましょう。材料は4人分になります。鶏手羽元12本、玉ねぎ小さいものを4個、トマト1個、ニンニク2かけ、白ワイン 100cc、 水 600cc、
ローリエ1枚、塩、胡椒、オリーブオイル、それぞれ適量です。材料レシピはホームページまたはテレリンクに掲載しています。なお、今日のクッキングの内容は放送終了後、情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。さあ、それではいただきます、はい、いただきます。私は鶏肉いただきますね、はい、鶏手羽元。じゃあ玉ねぎをいただきますね。うん、お柔らかいです。もう手に取った瞬間から柔らかい、いただきます。うんうんうん、わ、おいしい。うわ、味しみしみですね。あの、非常にシンプルだったと思うんですけど、味付けがすごく濃いです。それでも味が、うんうん、しっかり素材の良さがスープに出てますね。味わい深い。簡単なのに、うん、これだけやっぱり素材の良さが出てるっていうのは嬉しいですよね。手のかなり込んだ料理に見えるっていうのもポイントですよね。先生、はい、いっぱい作っておいて、その都度ちょっとこう温めれば、はい、確かに作り置きにもぴったりですよね。確かに、うんうん、これ一品あるだけで本当に食卓が華やかになりそうですよね。はい、お腹にも今日のテーマですけれども、優しいスープですよ ね、染みました、温まりました、はい、ありがとうございます。すごく美味しかったです。ありがとうございます。それでは明日のメニューです。金曜日はお菓子を作ろうということで、牡蠣と柚子のレアチーズケーキを明日は作ります。材料は牡蠣、柚子、クリームチーズをご用意ください。今日はジャルディーノの岡本さんに教えていただきました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。